演舞開演。どうも、本日はこちらのチーズケーキバーというものを食べてみたいと思います。これはですね、以前に誕生日でバター食べたバターケーキと同じお店で買ったものです。あのバターケーキ美味しかったですからね。これに使えるんだそうです。では、おちゃんね、おっとっと、ちょっと上にくっついちゃってるな。もう経費すぎじゃないですか、これ。レバばっかり言ってるな。お、結構重量感ある。これが一口サイズですね。断面を見せてくれて嬉しい限りです。では、入ってる。いただきます。手づかみで手軽に食べられるチーズケーキを噛むと濃厚なチーズクリームがずわーっと口の中に広がって、ねっとりとした食感とともに口の中にうまくチーズの旨味を広げているととっても美味しかったです。やっぱり濃厚いいですね。まあねっとりっていうのはちょっと変な表現でしたね。でも他に言える言葉がなくて、その常温で食べましたが冷やして食べても美味しそうですね。というわけで文句なしのこちらの点数とさせていただきました。こうしたチーズケーキもっと食べたい。アイスクリーム神経性胃炎のご注意や食べ過ぎはダメですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分の胃炎。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。